リボンワークの基本となる蝶々結びの作り方をやっていきます。袋物ギフトなどに使っていきましょう。まずモールを半分に折ります。それからリボンを輪を作って重ねるようにして蝶々結びの形にしていきます。リボンで輪を作り重ねます。で、重なったところを真ん中に寄せるようにしてギュッギュッギュッとリボンを集めていきます。重なった部分にモールをかけて際のところで挟み込んで3回ぐらいギュッギュッギュッと絞り込んで留めていきます。最後にハサミでリボンのバランスを見ながらカットしていきます。全体的に円形を描くようにリボンが配置されるようにして調整したら完成です。